うまくできてるのかね、ちょっと編集の俺次第なんでちょっとわかんないんですけど、若干チクチクしてて痛い木材をつなぎ合わせて装置を作っていくという、ただそれだけです。今回作るシーンがね、ゲームの中に入ってプレイしてるみたいな感じになっていると思うんですよ。あれこれよくよく考えたらどうやって撮ってんだって思った方いると思うんですよ。それでですね、ちょっと私はね、ちょっと正解の方をちょっと見せたいと思います。こちらのヘルメットにですね、この GoPro をくっつけます。でけいん、おかぶりなさいます。そうしますとこのように映るんですよ。ちょっと遅れるけど、でね、この状態でこういう風にこの手が映るぐらいにこうするでしょ。で、ここでこう振りながらこう移動していくんですね。だからもうやばい、走ってるように見えて実はもうなんだろう、運転、タクシードライバータクシードライバーみたいになっちゃってる。もうタクシードライバーみたいになっちゃってんだよこれ。俺今気づいたわ。タクシードライバーだね、これこっちから見ると。で、あれだ、ブンって物、アイテム出すやつ、あれもね、ちょっと俺見てないからうまくいってるかわかんないんで、ここだっていう位置にね、こういう頭をカメラこうやって固定するとね、やりやすい。どんぐらいが映る、こんぐらいか。 OK、 覚えました。いきまーす。これでまずピョイってエアコン出してブンって振るんですよ。そしたらその位置覚えといて、かかる。クラウコこれでまずピョイってエアコン出して、これで全然なってなかったらごめんね、その時は。すっごい、すれ違うたんびに謝るわ、そしたら。じゃあちょっと、ゲーム風に徘徊してみたいと思います、せっかくなんで。めちゃくちゃ疲れんのこれ。バカみたいでしょ。ずっとやってたからね今日。もう一日